どうもタテチンチャンネルようこそ、タテチンでございます。本日は筋肉マンマッスルショーと行ってみましょう。マッスルショーとポチッと。はい、本日こちら人気超人おごりマッスルフェスティバルでございます。これ11年間じゃ3回で11年間じゃ1回分サービスということでございますけれども、今回ぜひとも欲しいのはこの新しく出たね、バッファローマンでございます。それから私が一番欲しいのはこれですね、悪魔将軍、このローン賞でございます。カムイの断頭台、ぜひとも今回ね、この悪魔将軍ぜひともゲットしたいなと思いますけれども、一体今回どんな超人が出るのか、見ていきたいと思います。はい、今回こちら星の確率 10% でございます。まあ見ていくとちょっとおかしいところがあるよね。そうですね、いつもながら確率アップ中と書いてあるのに 0.29 というね、こちらをあえて出す気がない、今回もあえて出す気がない、この確率アップ、ガチャの方ね、行ってみたいと思います。で、本日もやってまいりました。また金のマスクと銀のマスクでございます。金のマスク様、金のマスク様、どうか今回はタテチンがまだ持ってない悪魔将軍、悪魔将軍 0.29 の悪魔将軍バッファローマンなんか本当に本当にマジでよろしくお願いいたします。行ってみましょう、頼むぞ悪魔将軍。ガチャルーッ、さらっと流れちゃったかな。今回ね、星5確率 10% ということでございますけども、ぜひとも欲しいのがね悪魔将軍でございます。行きましょう、今回真ん中狙って行ってみたいと思います。行ってみましょう、悪魔将軍バッファローマン頼む、来てくれ頼む、マジで来い頼むよ、キン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 、うわこれやばいやつ、これこれやばいやつ、やばいやつ、やばいやつ、うわちょっといきなり最初からこの爆死のパターン、うーわこれはね、どこが10% なのかっていう疑問感じるよね。爆死です。はい、なかなか出ないのがね、このマッスルフェスティバルマッスルショットのねガチャなんでございますけれどもね、なかなか出ませんよね。そうですよ、私いつもながらねカジバのクズジから封印されておりました。今回のねカジバのクズジからの食い事いけなって言ってみたいと思います。行ってみましょう、バーン、今回もダブルキックまでいってよ、頼むぞ悪魔将軍バッファローマン頼むぞ、ガチバのクソ時間頼むぞ、ガチャルー、はい、今回はね暗い闇ガチャですよ、闇ガチャね、ね、ま、真ん中狙っていってみよう、悪魔将軍バッファローマンマジで来てくれ、マジ頼む、ていうか金がまず来いよ、金が全然出ないってまずおかしいでしょこれ、ほらほらほら、おかしいよ、おかしいおかしい、これやばいでしょ、なにこれこれ、なに全然金とか出ないじゃん、はい、ぼったくりフェス、今回は大盛りメッスルフェスによるぼったくりでございますけども、皆さんねどうぼったくられてでしょうか、今回もね、0.29 ということでマジでぼったくられていきたいと思いますけども、マジで本当に出ねえよ、何なんだこれ、2回爆地とかさ甘い言葉で 10% とかって言っときながら絶対出ないガチャ出るんですよねこれね、いつもだからそうですよね、おかしいですよね、なんでこれ出ないのかな、わからないね、最後ガチャル行ってみましょう、マジで悪魔将軍のパワーを借りて行ってみたいと思います、行ってみましょう、最後ラストガチャルそうです、やっぱり悪魔将軍のパワーを借りたんで来ました、今回はね、マント確定でございます、行ってみましょう、真ん中狙って行ってみたいと思います、悪魔将軍バッファローマンマジで頼むぞ、頼むマジで来い頼むよマジで、あったい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 った、あフェニックス、そっちのフェニックスか、そっちじゃないそっちじゃない、あっちまあフェスのテリーだけど、俺テリー何体持ってんだこれ、はい、ということで今回はフェニックス、ボアイ、テリーね、まあ確かに3体来たんだけどね、なんかよくわからない感じの、仕様でございました。はい、本日のお便りコーナー、はい、本日のメッセージの方届いております、見ていきましょう、こちらでございます、
今回この11連ガチャもう一回サービスということで、今回このね、大森マッスルフェスティバル11連ガチャ3回特典ということで、11連ガチャもう一回サービスということでございます。ありがとうございます。受け取りまーす。はい、まあなんとかね、マント確定は出たんですけどね、もう、その、俺、テリーとかすげえ、もう何体も持ってるの、フェスをやるたんびにテリーが出るね、そんなフェスでございますけど、俺が欲しいのは、マジで悪魔将軍でございます。何万これ課金してんだ、これね。本当にさ、最後、本当に出てる人は出てるんだよ。これおかしいだろ、マジで最後。よろしくお願いします。行ってみましょうか、テリー！来い！さあ、エノスマリオ、いらんですよ。言葉の意味は分からないが、とにかくすごい自信だ。今回こそ悪魔将軍でよろしくお願いいたします。今回は真ん中狙って行ってみたいと思います。頼みます。行ってみましょう。エノスマリオ、いらんですよ。頼む、マジで来い。ゴー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 、1点2点で3だった。頼むよ、頼むよ。うん、ラーメンじゃない、ラーメンじゃない、ラーメンじゃない。違う、そいつじゃない、そいつじゃない。あ、ラーメンが来た。バッ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 、とりあえずいい。よしよし。ということで、今回悪魔将軍はゲットできませんでしたけど、0.2 級のバッファローマンゲットです。はい、今回ゲットした状態で見ていきたいと思います。まあこちらでございますね。半蔵、ね、ターボ面、どこで使うんだろう。忍者、そろそろね、情報修正してほしいところでございます。フェスゲーのサンダーでございますね。これも何体か持っております。スカーフェイスね、ジェイドね。これもゲットいたしました。ん、ちょっと違う。バッファローマンだけどちょっと違ったよ。ボンコールド、今回、フェニックス、マイドね。必ずフェスと言ってはゲットするね、このテリーマンでございます。最初は嬉しかったけどね。もう4体5体持ってるとね、どうしてくれんのって話なんだけどね。ラーメンマン、ね、これもまあまあいいでしょうね。ラーメンマン2体目でございます。今回はね、悪魔将軍が来ると思ったんだけど、なぜかグレートの方でございました。それから一番嬉しいのはこれ、もう 0.29 なんとか超えましたね。このバッファローマンでございます。これかなりね、強いバッファローマンでございますからね、ようやくゲットしましたよね。悪魔将軍ここはゲットできませんでしたけども、まあ 0.29 のバッファローマンゲットできたんでね、あと変な突っ張り、今回まあまあ見れましたよ。で、ようやく私、これまあ見せるけどさ、ここにある iTunes カード、これ約ね、2万円分です。これ2万円課金しないと、バッファローマン出ない。ね。3万円課金しないと悪魔将軍は出ない。そういう今回のね、ガチャの結果でございましたけども、まあ、なかなかね、悪魔将軍ゲットできるのね、難しいかなと思いますけどもね、また来月、フェスあったらね、ちょっとね、来月こそ本当に悪魔将軍ゲットしたいんでね、頑張っていきたいと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、伊達ちんチャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタン押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。